いきなりバク転なんて普通に無理だから。それどころかマリーには十分すぎるほど頑張ってもらったし、そんなに落ち込まないで。あとは私が何とかするから、ゆっくり休んできなよ。うん、ありがとうミッシェル。まさか着ぐるみがこんなに過酷だなんて。私まだまだ甘かったんだな。とてもじゃないけどこんなにきついの続けられないよ。あとはミッシェルに任せて、ヒマリーは引退しよう。おお、いたいた。おーい、マリー。あ、しまった。みんな驚かせようと思って商店街に来るよう仕向けてたんだった。それにしても今来なくたって、もう最悪のタイミングだよ。おお、マリーの首のとこすっごく気持ちいい。ランもこっち来て触ってみなよ。私はいいから。もったいない、こんなに気持ちいいのに。なあマリー、マリーどうかしたのか。もうモカ、それにトモエも、こういう時に限って話しかけてくるんだから。強引に休憩所に行くわけにもいかないし、今はマリーをやりきるしかない。おお、マリーも喜んでるみたいだな。そう、くすぐったがってるようにも見えるけど。マリーもミッシェルもお疲れ様。商店街もすごく盛り上がってるみたいだね。いろいろセールもやっててワクワクしますな。ほんとひーちゃんも来られたらよかったのに。それは仕方ないよ、ひまりちゃん大事な用があるって言ってたからね。え、ほんと残念。よよよ、ひーちゃん今頃どこで何してるのかな。もしかして世界を狙う悪の組織と戦ってたりして。はいはい、そうかもね。流さないでよ。もうひーちゃんなら絶対食いついてくれるのに。そうそう、でいつ私が悪の組織と戦ったのなんて言ってくれそうだよね。すごく言いそうだなそれ。しかしまんざらでもないひーちゃんなのであった。なんか想像できるかも。誰か一人くらい否定してよ。もうこうして話してるとやっぱりちょっと残念だよな。ひまりがいないとなんか調子出ない気がするし。あ、アフターグローの盛り上げ役はいつだってひまりちゃんだもんね。本人には絶対言えないけどね。結構伝わってると思うけどな。私ね、ひまりちゃんのどんな時も飾らずに自分の気持ちを伝えてくれるところ本当に素敵だなって思うんだ。いいと思った時は真っ先にこれ良くないって声かけてくれるでしょ。わかるわかる。多分今ここにひーちゃんがいたらマリーに可愛いって抱きついてるよね。なんだか目に浮かぶな。ひまりはほんとまっすぐだからこっちも素直に受け取れるんだよな。うんうん、なんか癒しいって感じだよね。トモエもモカもひまりがいない時だけひまりのこと褒めるよね。たまには本人にも言ってあげればいいのに。ね、マリーもそう思うでしょ。うなんでいきなり抱きつくの。いいなあ、ラン、マリー、モカちゃんも。それじゃ
その次は私だな。大人気だね、マリ。着ぐるみってこんな風に元気をもらえることもあるんだ。もう無理って思ってたのが嘘みたい。ありがとう、みんな。私、もうちょっと頑張ってみる。まさかアフターグローのみんなが来るとはね。休憩行くはずがタイミング失っちゃったね。マリー、どうしたの？ぼーっとして。ううん、別に。それならいいけど。それじゃあ改めて休憩入りますか。私も結構クタクタだし。なんか花園さんもついてきちゃったんで。またマリーとミッシェルに会いに来たよ。もう一個風船くれるかな。うん、それじゃあ行こっか。